大三島美術館で美術館が所蔵する日本画と大三島在住の布花作家越智美沙夫さんのフラワーアートのコラボ展が開かれています。大三島美術館は昭和後期から現代までの日本画などを中心におよそ1100点を収蔵していて、年に数回館蔵品展や企画展を開いています。先月11日からは大三島在住の布花作家越智美沙夫さんとのコラボ展、四季を作る越智美沙夫フラワーアートと現代日本画が開かれています。会場では大三島美術館が所蔵する現代日本画による四季折々の風景と越智さんが作った布花を中心としたフラワーアートがコラボしています。布花は白い布を花びらの形にカットして染色、コテ当て、組み立てをして作る花の形をしたアート作品です。越智美沙夫さんが布花の創作活動を始めたのは高校生の時、松山の百貨店で開かれていたカルチャースクールに参加したことがきっかけだそうです。越智さんは普段大三島公民館でフラワーデザイン教室の講師を務めるほか、東京で開催された演奏会の舞台装飾や県開発の花桜姫の布花制作を手掛けるなど幅広く活動しています。大三島の安神山から見える朝日と玉椿、宇手名海岸に沈む夕日とみかんの花をそれぞれ組み合わせた作品です。大三島の安神山っていう山があるんですけど、そこに朝日が昇る瞬間とても綺麗だったので、その瞬間に写真を撮ってもらいました。この会場の中で朝日が昇って夕日が沈む、その時に照らされている輝いているお花たちをもう見てもらいたいなと思って制作しました。また会場には SDGs をテーマに制作した作品も展示されています。タイトルは再生。越智さんが成人式で着用してからしばらくタンスの中にしまわれていた着物を布花として生まれ変わらせました。カットして染色をし、大きなお花に仕上げたら、タンスの中にそのまま寝てるんじゃなくって、着物自体をお花にして生かしてあげる。で、そばでずっと見ててあげることもできるし、環境の、一般にもなってくるんじゃないかなっていうふうに思って、たくさん今回着物の生地で制作しています。ハサミを入れる勇気がすごく、これ切ろうかどうしようかなってすごい悩みながら、でも、寝かしとくよりは、もうお花にしてあげようって思いました。この他にもスイートピーにデルフィニウムや桜姫などをあしらったウェディングアーチも展示されています。スイートピーの花言葉は門出。結婚、卒業、進学など新しい道に進むすべての人をお祝いしようという思いが込められています。この会場の中でもう入った瞬間、この朝日が目に入ると思うんですけど、朝日と夕日を、それとこのブライダルのキラキラしているところも、皆さんぜひお花のパワーを感じてもらいに、ぜひ美術館にご来館ください。よろしくお願いします。大三島美術館コラボ展示、四季を作る越智美沙夫フラワーアートと現代日本画は5月29日まで開かれています。